待ちすぎました。トゥーパンプスさん、トゥーパンプスさん、これちょっといいんでしょうか。まあ、あーちゃんもちょっとね、怒られない。いや、本当ダメですからね、トゥーパンプスさん。着メロは平均年齢75歳の谷川ファミリー16人、新ユニットザ・ボーイズ&ポピーズが歌う沼田ラブロードです。いくつになっても元気があれば何でもできる。これまたあのあーちゃんに怒られますよ。これ俺のが言ってることじゃないですよ。これは俺の超特急がまだナイチンゲールだった頃、突撃取材していたのれんの向こう側では、音止まりましたよ。音もびっくりしすぎて、営みが終わってお姉さんにサービス料というお布施を納める入浴券というお札がもらえたんですね。へえ、いいじゃないよ。私は取材した時のメモや資料は全てファイリングしてあります。いや、そうなんですね。このことでもファイリングしてあるんですね。40年前のちょっとお高いお風呂屋さんのお姉さんの名刺、そして入浴券をセットにして、大切に保管してあります。ごめんなさい、大切でした。大切じゃないですよ、すみません、私が勝手に間違えました。もっとも40年も経っているので、そのお店は全て廃業して使うことはできません。そうだ、そうです。あっちゃんどうしましょうって書いてませんけど、書いてないんじゃないですか。40年前ということは、はい、このお姉さんたちがもし20、30だとしたらもう70、60になったら、そういうことですね。そうです。そのじゃあお札は使えないということで、使えませんよ。もしかしたらね、あの人はどこへというところで探していただければ持っていけば、もしかしたらパンプスさん使えるかもしれないですよ。使えませんよ、あの頃のお姉様方に、ね、そういうの取ってあるんですね。すごいよね、取ってないな俺。いや、取っとかないでしょ。行ったことないんだよ私。あ、サトシさんですか。いや、取ってない。昔のものってなんだろう。何かないんですか、サトシさん家の。まあ、そういう系じゃなくても価値のあるもの。系じゃなくてもない。まあまあ、おやじのものとかおじいちゃんばあちゃんのもの、まあ、取ってあるものは取ってあるけど、はい、あとうちにあるのは、あのうちで使ってたあの木の冷蔵庫ね。出た、うん、佐藤さんとは木の冷蔵庫、あれはもう店のとこに飾ってあります。うわー、それなんかもうそろそろなんかこう展示会とかに寄付してって言われるんじゃないですか。結構でも売ってますよ、あの見るとヤフオクとかで。ヤフオクで出てますよ。でもやっぱ一番あれかな、その木の冷蔵庫から出てきたその多分80年ぐらい前のかき氷の像かな。かき氷の器、あのガラスでできたやつ、あれはすごいかも。あ、そうなんですね。もしかしたら昭和10年20年ぐらい。はあ、お宝探偵団とか探偵団が来るじゃないですか、ね、どうだろう。今度前橋に来たらやってみてください。これヤフオクで調べてもないんですよ、やっぱり出てない。まあ、似てるような出てる、同じものないです。はいはい、どうあれどうなんだろう。え、売らなくてもいいかな、鑑定はしてもらってほしい。今隣のマーチンで使ってますよそれ。え、あ、そうなんですか。あのなんかもずくとか入れてらっしゃる。マーチンさん、価値分かってます。分かってる、分かってる、分かってますよ多分。本当ですか。これ結構昔のだから使ってよ、ってエースが使って出してますよ、お通しとかで出てます。割らないでほしいですね。いっぱいある。あ、そっか、はい、ラジオネームルルちゃん。あら、家にある自分だけにある価値のもの。やめて、やめて、そのお父さんのものやめて、ロープとかやめて。なんでわかるんですか、読んでないのに。本当に本気で言ってる。おはちちゃん、やばい、もっこり水曜日よ。今日も爽やかにもっこりもっこり。昨日はさとしさんのお店の近くの50号線であーちゃんに思う存分白鳥披露できたし、たね、あーちゃんの苦笑いする顔を見てキュンキュンした白鳥女、むーちゃんの夕方のラジオの時もキヤキスタジオ前に現れたよ。迷惑だ。ま、テーマに行く前にここだけ片付けてもいいですか、はい、昨日踊るたこ焼き屋さんが来たんですよ、ね、来てたみたいですね。でタコの帽子かぶってて、それだけでもすごかったのに、あの現れたわよみたいな感じで横から白鳥のさんが現れて、こそっちがタコならこっちは白鳥とか言い出して、なんかもう白鳥のかぶり物をしたんですよ。そして二人が踊り出して、やばいね、したら警察の人が6人歩いてきたんですよ。びっくり。職質、職質だ、これはもう職質なんだと思って、誰かが通報したんだと思ったら笑いながら去ってったんでよかったんですけど、また違ったことでびっくりしましたね。やばいっすね。
そんなことがありましたね。お疲れ様でした。ではテーマ、家に帰り白鳥を島特に思ったのよね。私にとって白鳥は大事だけど、今私が死んでしまったら白鳥は遺品になってしまうよね。捨てろ。これを片付ける母や弟は複雑な気分になってしまうのかなってねなんて考えてしまったのよね。でも父が残した縄が出てくる DVD よりはマシかもよねなんて思った昨日の夜よ。今日は真面目に仕事してるわ。下ネタじゃなくてごめんねごめんね。十分下ネタじゃん。いただきました。十分すぎますよルルちゃん。じゃあお父さんを思って、はい、ね、あの帰ったらなんか自分で縛ってみてください、ね、やめてください。お父さんこれでいいかな。チーンって。いや皆さん本当危ないものは全て片付けときましょうね。あのそう本当に本当にあのね、洋服とかもいらない、もう1年着てられないものは着ないから。そうですね、はい、怪しいものもじゃんじゃん捨てますよ。どんどん捨てていきましょう。怪しいもの、怪しいものです。価値があるものだと思っていても、うん、自分がいつなくなるか分かんないですから、うん、素早く片付ける。そうなんです、そうなんです。さとしさんもね。でも今の子ってさ、やっぱ俺の時代はさ、はい、ベッドの下にそういうさ、なんかね、そういうそっち系の本とか雑誌とかいっぱいあったわけですよ。今絶対ないじゃない、今の子って。ないですよ、持ってないじゃないですか、ね、皆さん。俺まだあるかもしれない、どっかに隠してどっかあったらどうしよう。隠してて忘れてたみたいな。どうしよう、だからもう俺は相当昭和の時の昭和60年ぐらいの雑誌があるかもしれない、どっかに。いや、マジで探してみよう。探してみてください。当時のなんかね、面白いね。本当に嫌だ。本当に嫌だ。それをね、なんかさとしさんの娘さんだって片付けるんですよ、いつかは。お父さん、孫とかね、もうきつい。孫には見せないでください。すごいよね、面白いよね。お願いですか、早く見つけて早く片付けて。でもわかんない、感動するかもしれない。うわすげえ、昔の女だったんだみたいな皆さん今日も大変失礼いたしました。いやいやいやね、はい、ビデオとかも VHS とかありますよ、私うち。そうですか。はい、あの、いやいや、そういうのじゃないよ、子供たちの、ね、そういうのじゃないよ、うん、あのちゃんとした映画とかね、映画とか ね、 してね、どうなんでしょうかね。今 ビデオはね、 DVD とかにできるお店があるから、はい、変えてくださいね。変えてね、見れるようにしてくださいね。8mm自分にとって価値のあるもの、それは皆さんにとって何ですか。そう、心の中にありましょう。しまっていきましょう。担当 S 早川とさとしでした。それではまた明日お会いしましょう。さよなら。変なものはすぐ捨てる。若ちこ若ちこ。